皆さんこんにちは。こんにちは。親権不動産屋のひろたです。今日はスペシャルゲストに林ひろかさんをお迎えしてお送りいたします。はい、お願いします。今日はですね、前回ちょっと相続というかですね、2代目にどう引き継いでいくかっていう話をね、はい、お伺いしたと思うんですけど、その引き続きというわけではないんですが、前回はどちらかっていうと理念的な心構えですとか、自分で考えるっていうようなところをお伺いしたんですけど、はい、ちょっとそれもノウハウの一つではあると思うんですけど、はい、定期借家契約の推進だとか、はい、そんないろんなことで周りの業者さん、特にその管理会社さんですとか、いわゆる不動産会社さんとの付き合いっていうところですね、はい、この辺のところで心がけてるところとか、こういうふうにやってほしいっていうようなところをお伺いできればいいかなと思うんですけどね。はい、はい、まずうちの物件によってですね、はいはいはい、学生寮は自主管理やってるんですけど、うん、まあまあね、他のパート、戸建ても含めて、管理会社さん3社とお付き合いしてるんですね。物件によってちょっと管理会社さん違うんですけど、大体どこでもですね、管理会社さんとは担当者も含めて、はい、毎月のようにちょっとお会いしてですね、はい、いろんなコミュニケーションを取ったりとか、はい、食事をしたりとかして、はいはい、いろんな話をですね、お互いに情報交換したりとか、はいはい、そういった形で、大家さんの中ではある程度、よく担当者と会っていろんな話をしている方だと思うんですよね。それは何でしょうか。その大家さんになってからずっとやられてるのか、ある時そのことが大事だって気がついたのか、その辺はどうなんですか。それを初めからですね、初めからやはり担当者さんとか、まあ、業者さんとはいろんな話をしてですね、情報交換をしてやってるようにしてますね。あ、素晴らしい。なんかその、まあ、古い大家さんというかですね、はい、我々はこう上の世代の大家さん、あるいは特に地主系の方なんか、業者にやらしとけんだよとかね、任せたから大丈夫なんだよっていうことで、あまりこうコミュニケーションっていうよりももう威張り散らしてる方が多いんですけどね。そうですね、うちの近所ほとんどが、まあ、私の同級生も大家さんたくさんいるんですけど、ほとんどがサブリースなんで、はいはいはい、サブリースは特にもう綿がしてるから、やはり自分はほとんどノータッチじゃないですか、なんか問題が起きない限りは。中には自分の物件の間取りを忘れてしまう、どんな部屋だったか忘れちゃったとか、どんな設備があるかを知らない大家さんも中にいますけど、私はですね、いろんな担当者の方といろんな連絡をして、なんか問題があるときには私自身がそこに入れない場合がありますよね。まあ旅行に行ったりとか、いろんな形で出かけてるので、そういった場合にやっぱり管理会社さんっていうのは結構強い方で、直接入居者さんが連絡を管理会社がする場合もありますし、私を通してする場合もありますし、その辺はケースバイケースなんですけど、いい状況で今担当者さんとは回ってると思うんですよね。その担当者さんとのコミュニケーションの頻度みたいなところはどんな感じで。頻度はですね、月1か、それもなんか問題がないときはそれも少ない場合もありますけど、年数回っていう場合もありますけど、ある程度は物件に来てくれた時に会ったりとかですね、はいはいはい、私が事務所に行ったりとか、はいはいはい、そういった方近くに行けばちょっと挨拶で、ちょっと家を持って行ったりとか、いう形では用がなくてもですね、ちょっと顔出すぐらいはしてますね、はい、この辺っていうのはやっぱあれですかね、その辺の習慣って大家さんとしてついたものではなくて、やっぱサラリーマンの経験あってのところですかね、まあ、特に私たちの年代、まあ、サラリーマンはそういった形は抜けないっていうのがある。まあまあありますよね。それがいい悪いかはよくわかんないんですけど、あまり頻繁にやってると今の若い、例えば業者の営業マンにしてはまた来たよって形になるかもしれないですけど、まあまあまあ、そこは深くですね、うん、まあ、クレームじゃなくて、うん、ちょっと挨拶するぐらいとか、近く寄ったからっていう挨拶ぐらいでもいいと思うんです。なるほどですね。確かにその辺は同世代としてはですね、我々の営業スタイルって、まあ、私もサラリーマンの頃はそういう感じですもんね、ちょっと寄ったからとか、うん、確かにそうですね。それは大家さんになってからじゃなくて、やっぱりこう今までの社会人としての経験というかね、サラリーマンとしての経験からそういうようなことをやられてる、うん、特にそのこんな話をしてるとか、こんなことを言っちゃいけないとか、その辺で注意されてることとか、気にされてること、業者さんとの付き合いの中でっていうの特にありますか。気にしてることですか、うん、気をつけてること。気をつけてること、あまり上から目線にならない、よくオヘの大家さんいますけど、はいはい、その辺は私はしないようにしてますね。もちろん営業マンが若いっていうのはありますけど、うん、もうこの年代だとみんながみんな若いんですけど、あ、まあ、本当の子供たちの年代とか、それ以下の営業マンもいらっしゃるんで、うん、孫まではいかなくても、かなり下の業者さんとのね、うん、担当者との付き合いなんで、その辺はあまり変なじじいにはならない。なるほど。うるさい、うるさい、じじいにはならないようにしてますけど。
まあね、頻度もそこそこで、そのうるさいってね、思われるとね、やっぱり。うん、ただ中にはですね、3社お付き合いしてると、うん、まあ大手になるとやっぱり数年に1回担当者変わってしまうんですよ、はい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 、2年で1回とか、はいはい、やはり変わるんで、はい、そこの辺でうまくいかない、それを私は表にはあまり出さないですけど、うん、個人的にちょっと合わないなっていうのはもちろんいる時もありますけどね、まあ特に大手さんの場合と嘘を言う営業も未だに結構いるんで、その辺はちょっとあまり、ちょっとひどいね。そうですね、やはり大手はちょっと特にサブリースが多い管理会社さんとお付き合いもあるんですよ。ただうちはこのサブリースじゃないんですけど、メインがやっぱりサブリースが多い管理会社さんだとやっぱりちょっと考え方もちょっと違ったりとして合わない場合もありますけどね。この辺その管理会社さんと何社か顔があるというかコンタクトしてるところがあると思うんですけど、はい、そういうところをですね、今後物件の継承というかですね、相続みたいなのを考えた時に、はい、そのお子様たちにこうお伝えしていくようなことはお考えになられてます？それがですね、その辺は考えなきゃいけないんでしょうけど、今全くその辺はですね、考えてなくてですね、そろそろその辺した方がいいのかなっていうのはありますけど、まだまだ自分が若い気でいるんで、気持ち的にはですね、体はもうガタガタなんですけど、気持ち的にはそういうところがあるので、あまりまだ考えてないんですけど、ゆくゆくはその辺は引き継いでいかなきゃいけないなと思ってるんですけどね。これは私の個人的な経験なんですけど、実は私引き継いだ時に管理会社の名前はしてたんですけど、はい、どこにあるかも人にも会ったことなくてですね。そうですね、実際に私の息子たちもどこの管理会社で依頼してるかも知らないでしょうし、名前はこう書類とか見れば分かるんですけど、書類とか看板見れば分かるとか、あれっていうことがあったんで、 その辺ね、難しいところですよね。そうですね、まあ自主管理でやってるよりはまだその辺は楽かもしれないですけどね、管理会社さんがいる間に入ってるっていうことは、まだその辺はちょっとスムーズにいくかなっていうのがあるんですけど、自主管理で全部やってるといろんな問題、それでいろんな必要がないと大変なことになってます。そうですね、その管理会社さん使われてる場合はやっぱりいろいろあるけど、結局コミュニケーションですかね。そうですね、連絡は密に取れるっていうか、密に取れるっていうか、その頻度の問題じゃなくてね、必要な時に意思が疎通できるかとか大事なんですかね、あと会社にっていうか、特にどこの世界でもそうですけど、人じゃないですか、はいはい、やっぱり先ほど少し話しましたけど、担当者によって全然違うってこともありますし、変わるとちょっと合わないなっていうのもありますね、人と人とのね付き合いっていうのもあるし、それと意外とね、この賃貸業って管理会社さんの管理する対象も建物だけじゃないですからね。そうですね、やっぱり二部さんって人ですから、はい、いい人とか悪い人とかではなくてですね、人と人とのお付き合いになるんで、どうしてもね、人間性っていうのは出てきちゃうんですよね。合う合わないもそうですし、それからやっぱり管理会社さんの担当者の得意分野ってありますよね。そうですね、それあります。割と綺麗に住んだら得意な子もいれば、どんどんいろんな提案してくる子もいればっていう感じですね。でやはり私の契約してる管理会社さん、はいはい、さっき3社って言いましたけど、はいはい、ある程度やっぱり大手は早いんですけど、担当者が変わるのが、はいはいはい、まあ中小っていうか管理会社に対してもやっぱり数年に1回退職なさって担当者が変わったりとかいろいろあるんですけど、あまり長期にスキルを勉強してないんで、はい、賃貸に関してのスキルっていうか知識が、はい、担当者自身がないのが多くてですね、それは考えます、結構感じますね。そうですね、なんか大家さん自身よりもちょっと賃貸のこと知らないっていうか、もちろん勉強する時間もあんまり忙しくて、管理会社の方っていうのは ないっていうのもよく聞くから、その辺の時間もないんでしょうけど、ただプロとしてちょっと知識がないなっていうのは結構あってですね、その辺はちょっともう少しと思いますね。ただなかなかそこってその我々がコントロールできないところですよね。そうですね、それはまあ私そこの会社の社員じゃないんです。社員じゃないし、上司でもないんです。社長にその言うのはね、言うかもしれないですけど、なかなかそれが改善されないっていうことで、私もそれで年がかなり違うので、あまりその辺は口に出して言うとあれなんで、口には出せないんですけど、もう少しスキルあったらなっていうのがありますね。そうするとね、今度引き継ぐっていうかね、次の世代に行った時に管理会社さんのお付き合いってね、難しくなるんで、その辺のところで伝えていかなきゃいけないところなんでね、やっぱちょっと勉強しとけよみたいなことも必要なんですかね。大家さんも勉強してるっていうのも本当人に言う方で、まあまあ、私たちの周りはね、いろんな勉強会出てるんで、ああいうところに出るとみんながみんな勉強してるように見えますけど、ほとんどそれ以上はね、やっぱりサブリースの大家さんが多い世界じゃないですか、日本の場合は。そうですね、だから
でも決してサブリースだって勉強しなくちゃいけないんですけどね、実はね。でも私の周りを見てると本当サブリースの方、ね、本当知らないですよ、うんで。むしろそういう人ほどはこのチャンネル見ていただいてですね、本当見てくれればいいです、勉強していただければと思って、うん、まあまあそういう人にもね、いろんなことをお伝えしたいなと思って我々もやってるんですけどね、うん、はい。なかなかね、その管理会社さんとの付き合いってね、難しいとは思うんですけどもね、これも結局マニュアルがあるわけじゃないんで、そうなんですよね、うん、これをやったらいいよっていうのもないし、うん、いろいろ都市伝説的なことはありますけどね、お土産やカップラーメンがいいとかね夏場は栄養ドリンク持ってけとかね、なんかいろいろありますけど、最近あんまり聞かないけど、うん、私が親になってよく、仲介業者さんとか、そういう方の担当者に袖の下とかね、そういうなんかセミナーをやってる人もいましたけど、ありましたね、そういうセミナーでやってたのをびっくりしたんで、私そういうのはあんまり好きじゃないんで、そういうことはなかったんですけど、ありましたね、まあ、その会社自体にね、まあ、お付き合いがある管理会社さんに、まあ、お土産、社員の方に、それはいいと思うんですけど、担当者個人に袖の下を渡してどうのこうっていう、担保とかっていうのね、担当者ボーナス、担当者ボーナス、そういえば最近聞かないですね、最近はあんまり聞かないですけど、私が親になった頃はセミナーでそういうのやってました、公然と。なんか登壇された方が決まんねえのはその担当者を呼び出してみたいなね、当時はねまだその今ほど LINE とかない頃だから、ショートメッセージで直接呼び出してどうのこうのとか、そんなノウハウを懇親会とかでこっそりじゃなくていっぱいいるところで言ってました。普通のセミナー堂々とやってました、ありましたね、いくらぐらいだとかね、ありましたですね、そうですね、懐かしい話、懐かしい話、今もあるのかもしれないですけど耳にしないですね、まあそれなりに今地方行くとまだあるみたいですけど、そういう話ある人ね、ちょっとコメント欄にちらっと聞かせていただければと思います。聞いたからってどうのこうのではないですけどもね、そういえばちょっと忘れちゃってる話でしたね。そんなことですね、今日は林さんからですね、業者さんとのお付き合いについてねお話をお伺いしました。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。